皆さんこんにちは。さあ今日はソノランサーキットの使い方をお話ししたいと思います。あいにくのね雨ですよ晴れてる時にね本当は使い方をお話ししたかったんですけれどもね、まあまあね、プレオープン前にねちょうどねこう雨が降ってサーキットがねいい感じになるんじゃないでしょうか。さあそれではねソノランサーキットの使い方、まずはねこのね場所、ソノランサーキットの場所はね希望園という温泉施設にソノランサーキットはねあります。 Google マップなどで希望園とね検索していただけると地図にね希望園の場所が出てくると思います。そこにねソノランサーキットはあります。一応ね住所は410-2502静岡県伊豆市上白岩1516というね場所にあります。さあそしてねソノランサーキットで走れるラジコンの種類、これはねまあチャンプスタジアムとかとね同じそんな感じですね。簡単に言うともう一般的なラジコン10分の1のラジコン、まあそれよりねちっちゃいラジコンとかでもね全然走っても大丈夫ですね、クラシックバギーとかでもね大丈夫ですクラシックバギーもね、まあ、10分の1ですけれども、ただね大きいラジコンはね、コースがね荒れてしまったりね少し危険なので8分の1とかそういったねラジコンカーは禁止になっております。そして電動ラジコン EP カー、電動ラジコン専用コースです。なのでねエンジンカーの走行は禁止です。まあね、なのでね、チャンプスタジアムとかそういった一般的なねラジコンサーキットと同じ感じだと思っていただければ、分かりやすいかなと思います。そしてね SC とかねそういった車はね走っても大丈夫です。あと走行できるタイヤの指定はね、まあ、特にはないんですけれども、グリップするタイヤとしてはまあタミヤのクラシックバギーだったらキット標準のねスパイクタイヤとかは漏れなくグリップします。そして柔らかめのタイヤがねグリップします。パンサーとかね、パンサーとかあとはフォールショット、こういったね柔らかめのタイヤ、タミヤだったら C タイヤとかがねすごくグリップします。エレクトロンとか固めのタイヤだとちょっとグリップしないのかなって感じはあります。まあねその辺もねタイヤ選びとかもね楽しみの一つだと思うので、私がああだこうだ言うよりもね、皆さんがね実際に試してみてグリップするタイヤをね、見つけていただけたらそれもね楽しいんじゃないかなと思います。さあそれではねソノランサーキットのチュートリアルを始めてみたいと思います。ナビで希望園と検索するとこういった山道をねうわーっと登ってきてこの駐車場に着くことができます。そしてねこの駐車場、チャンプスタジアムの駐車場みたいにねこうぎっしり止めていってください。ぎっしり止めればね結構たくさん止められるんじゃないかなって思います。さあ駐車場に車を止めたらまずはピットの確保に行きましょう。ピットに行くね近道みたいなところもあるんですけれども、近道はね、危ないのでねこう近道はねちょっとね足場が危なかったりするのでね、まあもし行くなら自己責任という形で、まあ安全にはこちらを通った方がいいと思います。ここねこの道ですね、まあ、ここもね若干細い道になってます。台車とかを持って、本当にね大きい道で行くならねこっちをこういう風に行ってで向こうの農道を下っていくとね、あちらのピット下のサーキットの方に出ることができます。じゃあまずはねここを通ってみましょう。ここがね先ほどの近道、石とかがあってねちょっと危ないんでね。さあここのね網の柵がね開いてるのでねここから入りましょう。よいしょ。そしてここにねピット3つあります。でテントとかテーブルをお持ちの方はここにねピットテーブルやテントを張ってね自分たちの基地を作っていただいて構いません。さあ下にも
もねピットがあります。下に行くにはこのね階段を使って下に行きましょう。反対側にもね降りる階段作ってあります。さあじゃあ階段を慎重に降りていきましょう。手すりがないのでね気をつけてくださいね。よいしょ。よっと。結構ね段差のね、段差があるのでね小さいお子様とかはね初めに説明した大きい道から来た方がいいかもしれません。大きい道はね安全です。ちょっと近道はね自己責任という形でねアスレチック的な感じでお願いします。さあそしてねここがピットですね。サーキットには4つのピットがあります。電源などもしっかり来ております。その日のコースのコンディションはその日の朝9時までにねツイッターで私が今日はこんなコンディションですよとか昨日雨が降ったから午後から来た方がいいですよとかそういったことをツイッターでアップしますので、参考にしてみてください。さあそしてピット、ピットはねなるべく1つのテーブルに2人以上で座ってください。4人だとさすがにきついですけれどもね、このねコンテナを椅子にして3人で座るっていう手もありますしね、このコンテナはね何か荷物置き場とか好きに使ってください。さあそしてほうきとかね、ほうきとかクワとか、ハンマーとかねサーキットを手直しするものとかはねこの辺にありますのでね自由に使ってみてください。あとねこのね道具箱の中にもねサーキットを修理するものが入っていますので、あと延長コードとかもね入っているのでもし使いたい方がいらっしゃいましたら、使ってみてください。こんな感じでねいろいろ、修理するものとかが入っております。延長コードも入っております。この字型のね金具とかも入っています。この中にさあそしてねジャンプ台の上にはね乗らないようにしてくださいね。壊れてしまいます。ジャンプ台の上には乗らないようにくれぐれも気をつけてください。ジャンプ台に乗れるのはラジコンだけです。さあそしてねピットに荷物を置いて準備ができたらラジコンを走らせる前に受付に行きましょう。じゃあ今度はね大きい道を通って受付に行ってみましょう。ここもね今ちょっとしかね柵を外してないけどね、ここもね完全にね通れるように柵を外しておきますので、よいしょ。さあこちらにもねこうやって階段がねあります。で操縦するのはねこの一番上のこの土手の一番上で操縦してください。さあそしてねエアーコンプレッサーはねここにあります。ここにあるのでね使ってください。すぐに使えるようにねノズルをねここに出しておきますのでね、もうスイッチも入れておきますので、こんな感じでねエアーコンプレッサーこの辺にねこうやって置いておきますので好きに使ってみてください。さあこれがね大きい道です。上にもピットがこのようにあります。いよいよ受付に行きましょう。ここね登ってって向こうを降りていくと本当の入り口があるんですけれども、ここのね裏口からで構いません。こちらの方が近いんでね。さあそれでは受付に行きましょう。この入り口から入って、入り口にはねコロナなんでね消毒薬が置いてあったりします。さあここを左に曲がってまっすぐ進んでいきます。そうすると左手に受付が見えてまいります。ここが受付です。私はいつもここに朝座っております。ここでラジコンサーキット施設使用料としてプレオープン中は1000円、10月まで1000円です。高校生以下は500円、お支払いください。
そのランサーキットは1日いくらという値段設定です。朝10時に来て午後の2時までいても1500円、午後の2時に来て日没までいても1500円、またね、朝の10時に来て日没まで丸々1日いても1500円、そういったね、テーマパークの入場料みたいな、そんなシステムになっております。受付を済ませたら、いよいよサーキットでラジコンを走らせてみましょう。急に晴れてきましたさあ今ね、先にねピットに荷物を置いて受付に行くという流れでしたけれども、もちろんね、先にね受付に来ていただいても構いません。でもね、受付でね私と喋ったり、そういうことをしているうちにね、座りたかったピットがね、誰か後から来た人に座られちゃったとかってなるとあれなんでね、まあ先にピットを取る方がいいんじゃないかなって思います。さあそしたらね、いよいよねこのね操縦台、土手の上ですけど、ここからラジコンを走らせましょう。そしてこれもね、まあチャンプスタジアムと同じ、もうね大好きなチャンプスタジアムと同じ、初心者とか上級者とか走る車によっての時間分けとかはねありません。もう好きなように走ってみてください。モラルを持ったそういった走行をね心がけてください。後ろから当てないとか、ぶつけてしまったらねすみませんとか、そんな感じでね走らせてみてください。コース幅が広いんでね、遅い車とかね、遅いレギュレーションの車をね、速いモディファイド 4WD がね抜かすのもね、まあそういう楽しみもねあるんじゃないかと思います。ラップタイマーがないんでね、タイムを気にしながらねみんな走ってるってことはないと思うので、遅い車がいてね、その遅い車をね抜かす楽しみとかね、そういったものとかもねあるんじゃないかなって思います。どうしてもね時間を区切ってしまうと、走る時間がね限られてしまったり、ちょっとね自分はチャンプスタジアムのやり方がすごくいいなって思っていて、そんな感じでやってみようと思います。このね上からの見晴らし最高ですね。皆さんが来て走ってくれるととても嬉しいです。さああとね、一応こう本当の大自然の山の中なので、ヘビとハチにはね注意をしてください。一番下の田んぼ、このサーキットの下にもねなんか田んぼがあるんですけれども、そことか使ってない田んぼでねヘビがいたりとかねするかもしれないので、なるべくね草むらには入らないようにしてください。こういった草むらにもね、大自然の中の草むらなんでね、どんな動物が潜んでるかわからないんでね、むやみにわーっと草むらに入っていくのはね危険な気がしますので、その辺はねちょっと自己責任で気をつけてみてください。草むらにはねヘビがいるんじゃないかっていう警戒心をねいつも持っていてください。で自分は今年ねヘビは1回しかね向こうの方で1回見ただけなんですけれども、まあそれでもね、田舎なんでねヘビはいるかもしれないというそういう気持ちでいることが、大切なんじゃないかなって思います。蜂はね、蜂除けスプレーとかもねしてあるんでそんなに来ることはないと思いますけれども、もし万が一蜂が来てしまっても、蜂をねこう叩いたりね蜂にちょっかいを出さない、じっとしてればね蜂は何もしませんので、その辺をね注意してみてください。もう田舎のねキャンプ場と同じ、そういう、なんていうんですか、自然の動物に気をつけるね、そういったことはよろしくお願いいたします。さあそれではね、こうやってラジコンをやりながらねトイレに行きたくなったという時にね、トイレに行きましょう。じゃあ今からねトイレ案内しますのでね一緒に行きましょう。トイレはね温泉の、建物の中にあります。温泉の建物はあれですね、あの建物の中にトイレがあります。今右手に見えている水道でラジコンのタイヤなどは洗ってください。施設の中にはラジコンは持ち込みは禁止です。このね外の水道でラジコンのタイヤとかラジコン関係のものは洗ってください。さあここがね温泉です。よいしょ。でこの中にねトイレはあります。ここですね、ここにねウォッシュレットの綺麗なトイレがありますので使ってください。
いやー暑い。それではね、こうやってね、暑くなることもね、あると思いますのでね、食堂に涼みに行ってみましょう。食堂でね、皆さんもね、ぜひ涼んでください。それではね、食堂を案内いたします。さあ左手、こちらが食堂、休憩室になっております。右手は受付です。さあそれでは休憩室入ってみましょう。エアコンが効いていて涼しいです。エアコンがね、つくまではね、暑くていられなかったですね、とても。さあそしてこちらですね、左手、ここね、水がセルフになっております。ここでね、お水を自由に飲んでください。そして飲み終わったらね、右側、今トレイがないけどそこにトレイを置きますので、返却口ね、使ったコップはここに置いてください。まだ保健所の許可が下りていないので、手作りカレーは出すことができないんですけれども、許可がなくても出せるアイスクリーム、そして飲み物、こちらはね、プレオープンの8月29日からお出ししたいと考えております。さあ、そしてラジコンが終わったら、ぜひ温泉に入ってみてください。入浴料500円、高校生以下は250円。もしタオルとかをね、忘れてしまった方がいらっしゃいましたら、数に限りがあるんですけれども、販売もしております。伊豆で珍しいアルカリ性泉、非常にね、肌にまとわりつくようなお肌にいいお湯になっております。というわけで、ソノランサーキットの使い方をお話しいたしました。見てください、植木屋さんがね、すっごい綺麗に切ってくれましたよ。この間ね、植木屋さんが綺麗にしてくれてるってね、言った動画の後もね、もうね、それからもね、何日も何日も来てくれて、もう本当にね、綺麗になりました。さあいよいよね、土曜日8月29日ソノランサーキットプレオープン。まあね、いろんなことがあると思います。ハプニングとかね、あると思います。もうね、それを込みのね、プレオープンなんでね、それを込みでね、お値段もね、お安く1500円のところをね、1000円という形でね、やりますので、まあいろんなことがあるとは思いますけれども、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。もしかしたらね、サーキットがボロボロに壊れるかもしれないあのね、いろんなハプニングがね、起こるかもしれない。でもね、このね、プレオープン期間中のことをね、いろいろ勉強して、で10月の本オープンに向けてね、頑張りたいと思います。それではね、いよいよプレオープン間近、もうめっちゃね、ドキドキ、お客さん来るかなとか、ワクワクよりもドキドキのが勝ってるかなでもね、すごい楽しくね、頑張っています。さあそれではね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。いよいよプレオープン、皆さんのお越しを心よりお待ちしております。それではさようなら、バイバイ、よろしくお願いします。